10年後の私にタイムカプセルえー、今日はこの間本棚を片付けていて見つけたこちら「実用のことわざ辞典、えー」ことわざ辞典の中からまあ僕,僕が面白いと思ったことわざ知ってるようで知らなかったことわざについて、えー、お話をしたい。 まあ偉そうにじゃないけどまあ俺もそんな知識がないんであの60年間生きてきましたがへえこんなこともあんのというようなね、えー、そういうことをここに記録して10年後の私に、えー、ボケないようにということで、えー、知識をここに記録をしておきます。えー、まあことわざってねあの例えば「逆鱗に触れる」とか「流れに差を刺す」とか「ほ、え、ぞ、ー、を噛む」とかね「えー、やけぼっくりに火がつく」 ついたとかねまあそういうのがいっぱいあるでしょ犬も歩けば棒に当たるか <laughs> まあそんな中でねえっ、ー、とね今回ねあのあったのはねまあ、今までねサラリーマン生活ずいぶんやって、えー、きましたがえっ、ー、と左遷っていう言葉ありますね左遷、えー、一つ目は左遷ですえー、ここにねこうやって書いてある左遷ある地位にある人をそれまでより低い地位に落とすこと えー、昔中国では右を重んじて上位とし左を低く見て下位とした、えー、その左へ移すということからあ左に人事をすることを左遷と呼ぶ。ね。えー、今までね単純にね左遷ってねああんかねえー、偉くなくなっちゃうとかねあの 待遇が悪くなるとかいうふうに思ってたんですけども、えー、改めて読むとですね昔の中国のその右側を上位を、上位右側が上位とで左側が下位と、えー、こういうふうない言い伝えじゃないこういう中国の文化を日本に持ち込んで、えー、左遷という言葉にしたということでね、えー、左に移すと左に移すのは低くなることだよとまあこういうことね、えー、ということなんだなというね、まあ、改めてですけどね、えー、左遷ということですね。えー それからね、次にね、面白いなと思ったのがですね、これですね、えー、っとね。ええー、始順。はい、始順、はい、始順とは何でしょう。始 <laughs> 順ってね、六十歳の衣装、六十歳のか、あ、違う言い方。です、えー。耳に順番と書きます。耳の順番。 耳の順だね、うんえー、誰の言うことも素直に聞ける年齢の意味で論語の60にして耳従うから来ているだそうです本当かよ <laughs> 普通60になったらさ人の意見とか聞かなくなんじゃねえの 大丈夫うん。まあねあの僕なりにねことはこ昔の人がね考えたことですから間違いはないとは思うんですけども本当かよというのもこのようにですねたまにあります実際私60ですが、えー、そんなに素直に人の言うことを聞くとはあまり思えないなうん。まあそういうことねしじゅで次がねぇ、えー、女房と畳は新しい方が良いこれも昔から言うじゃん 女房と畳は新しい方が良い。女房と畳は新しい方が気分が良い新鮮なものはな。新鮮なものは何でも良いということ。っていうふうにね、ここに書かれています。でもね、そのね、ことわざのね、すぐ下によ、すぐ下に、女房と味噌は古いほど良い、えー。この古いほど良いっていうのもね、あるんですよ。<laughs> どういうこと <laughs> えー、新しい方も良いけど古い方もいいということ、えー、畳は新しい方がいいけど味噌は古いほど良い。うん、ということで女房というのは、まあ、新しくても古くても気が合えばどっちでもいいと、まあ、こういうことでしょうか。はい、ということでねあのことわざもね、えー、ただ何て言うかなあの逆な意味のというかね言、えー、うのもあるんですね。これがなかなかか面白い、うん で最後にね「醍醐味」醍醐味っていうのがあるんですけども、えー、こう魚釣りが好きな人とかがねこう釣れた瞬間を味わって「うわこれが釣りの醍醐味だ」とかねゴルフが好きな人がねあのゴルフ一回りしてあのシャワー浴びて、えー、クラブハウスでビール飲んでこのビールの美味しさに対して、えー「これがビールの醍醐味だよね」とかね言うとかいうその「醍醐味」ってありますがこの「醍醐味」 えー、俺もね随分使ってきたんやけどねあの意味はねあんまよく知りませんでした。これね「醍醐味」っていうのは「醍醐」という味があるらしいのよ。ここに書いてあるのはね市場の味わい、面白み。本来は仏教語で醍醐「醍醐」は牛や羊の乳を精製して作った濃厚で美味な液体のことでその「醍醐」の味の「 だそうです醍醐っていうねなんか食べ物があるらしいんだよ。それでその醍醐という食べ物を食べた人は今現在はいません。どんな味なのかはっきりと分かってる人はいないそうなん。えー、まあ仏教の言葉ということでねえっ、ー、とねもともと牛の乳がベースならしいんやけど牛のお乳から乳を取り出しそれで乳から楽を取り出しで楽より 清楚というものを取り出しその清楚より熟悟を取り出してその熟悟から醍醐を取り出すというふうに仏教の本に書いてあるそうです、えー、よってその元は牛のお乳なんやけど醍醐、えー、っていうものは生成に生成を重ねてできたもんでめっちゃくちゃ美味しいらしいんやけどその美味しいものを今作る方法は残されていないということで現代の不思議って と申しましまょうか、えー。あるいはその第五、えー、自体を探す旅というものに改めて出ても面白いんじゃないか <laughs> というふうに思っておりますが、えー、この言こわざ辞典読めば読むほど味があって非常に面白い、えー、ということでこれからも、えー、10年後のあなたに向かって、えー、こういう,う知識というかね、えー、お前大丈夫かという意味を含めまして、えー、動画にしてつ続けていきたいというふうに思っています。 すえユーチューブの広い海の中にタイムカプセルということでプカーンと浮かべてプッカ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 浮かんで10年後の私に届きますようにお祈り申し上げます。本日の動画はここまで。バイバイ。